俺の話を聞けさん。どこをどう見渡しても、モーさんに叶う選手はいませんね。なしよ、ナッシングだわ。うん。マーレリンさん、どうもです。ロマンス・グレーの弟気味、マイクボ様へ。アンバーちゃん、トリプルアクセルやってるんだ。さすが、姉さんの元カノ。いいね。えっ、ー、と、昨日、今日仕事で、今帰宅。ライブは、株、え、君、ー、視聴者の頼りです。うん。はい。という、姉さんちの彼女。 エミリーさん、よろしくお願いします。えー、処理処理は臨場感なんですね。えー、そしたら慣れなきゃですね。えー、かき氷みたいですね。私リン、リンク行ったことないからな。えー、日本でも浜田先生は指示した通りに練習をさせたいタイプですよね。前にインタビューで結果も出てないのに、自分のやりたい練習なんて言わせないっていう感じでした。 なるほど。さとこちゃんなんかは、どんなことでも言われたことは、誰よりも真面目に取り組むタイプやと思うから、合っていたと思います。えー、うまくんは、町子先生でよかったです。うん。はい。ということですね。で、冒頭の部分の、処理処理は、これはね、スケートアメリカとか、全米選手権ならではなんですよね。うん。ただ、今思うと、多分嫌いな人も多分いるかもしれませんね。あの、実際はね、こういう音はなんないんですけど、なんかあの音が鳴ってることによって、なんか、なんかそういう、こう、 滑ってる感っててるる感いうのはあるわけでですよね、うん、で濱田先生は確かに僕もそう思います。あの自分指示した通りにやらせたいタイプかなと思っています、うん。なので、木下アカデミーのチームの皆さん、結構皆さん、動きが似てる選手は多いかなという感じがするんですよね。うん まあ確かに、宮原選手には合ってるかなっていう感じがします。でも、この木下カテビンのチームのところは、基礎が本当にしっかりしてると思うんで、基礎固めにはいいかなっていう気はしますけど、うん。でも、うん。T さん、えー、よろしくお願いします。吉田花がトリプルアクセル降りて、次優勝できますように、ドッグデイズアーオーバーが、米国で評価されることが願いということですね。うん。はい。まあ、彼女ね、 あのちょっと今調子があんまり良くないみたいですけどね、国体はどんな感じになるのか。えー、天村さんこんばんは。YouTube でジェイソンとマリンを見ました。キャーとか黄色い恋、アイドルや、うん、私もブレードの音が気になりました。えー、日本選手はやっぱりうまいのか音響かな。えー、しょうまくんのグラビティは、トロトロバターで g セン0ミアトロではふわふわで美しいけど、えー、スタートポジションに立つときに、めっちゃゴー で鳴り響くんで、演劇はやはり静かですね。あ、g 戦目当たるあー,あーの時のステップで鳴らしてますよね。え、氷柱で、あの、あ、つららかな。氷柱、つららなことでしょう、ね。つらだだで、月破りそうな勢い。え、方平、ジャッジ近いので氷を削っても大丈夫っていうね。うん。まあ、そういうことなんですけど、うん、まあ、そこはね、見せ場ですからね、本当にね。うん。 やっゃえんちゃんさんどうもです。えー、ショマ君今となっては本当にエテリーのところに行かなくてよかったなと思います。あの時はステファンのところで大丈夫という声も多くて不安だったけどスイスで楽しそうに滑っているショマ君を見てよかったと思った記録が、えー、グラスル君も焦らずじっくりと考えてベストな選択できたらいいのだけど、うん、あのステファンのところはやっぱり紀平さんが言ってただけにちょっとこうスタミナがね切れちゃう。 どこななのかなと感じたんですよ、うん、ただステファンもかなり若い先生ですのであのやっぱりステファン自身もまだねやっぱりこう選手と一緒に切さたく磨して成長登場なのかなっていう感じがするんでまあそんな感じで手探りなのかなっていう気はしましたがまあなのでショウマ君とともにまあほに道を進んで見えない道を進んでいってるというところで、まあ、作,り作りつつあるのかなと。うん 一緒に歩んでいる気がします。はい、YD さんどうもです。えー、こんばんは。 本当にステファンは芸術作品ですね。フジテレビの YouTube インタビューで、宮原さんがこんなおしゃれな動きが動きできるんだ。いや、いつもすごいと言ってて、ああ、そうなんだ。きっとグラビティもステファンが、ショーマー君に振り付けた動きもずっと素晴らしいんだろうなと想像できていました。えー、ショーマー君ご自身で、ステファンのようにもっと見せるようにしたいと模索しているところですね、えー。ブラッシュアップ楽しみですね。うん。いや、本当ですよね。まあ、どんな感じになるのか、グラビティもね、 うんま、たフリースティマイナーチェンジもあるのかもそこら辺も注目ですね。うん、アクアマリンさんよろしくお願いします。え国ス対抗の出場国ですがジョージアはサフ,ィサフィベルペアのサフィナが怪我で欧州選手権欠場でしたけど大丈夫なんでしょうかね で、女子の二人も、欧州戦も、ジョージア女子二枠あるのに、グバノワしか出場しなかったし、ウルシャゼ、グバノワが移籍するまで5人出場が決まってた子は、怪我が,が治らないのか、今季試合出てませんということです。なるほど。うん。ウルシャゼっていう選手いるんですね。うん。あの、ジュリアには、インガーちゃんだったかなうん。えっと、ゾンビ風の振り付けをするジョージアの子がいますけど、 あの子はまだジュニアかと思いますので、この子がシリアに出てきたら強そうな気がしますけどね。うん。マルディンさんどうもです。エテリが悪者っていうわけじゃない。えー、共産権では国が会社のようなもんですから、エテリがメダリストを出せば、彼女の地位が上がり、給料も上がる。また、教え子たちもオリンピックで金メダルを取れば、一生日本で言えば高額年金を補償される仕組みだから、えー、プーチンのもとで働く国家公務員のようなもんです。 えー、中国も同じようなもんで、選、え、手、ー、工事のことを考えるより、コーチの出世のために金メダリストを出さないと、コ、えーチの給料もランクも上がれません、えー。そして共産国はトップが変われば国も変わりますから、エテリも国を捨てない限りは、選手を使い捨てでも結果だけを望みます。えー、でも自分の娘を えー、あそれが彼女の出世なんですから。でも自分の娘をアメリカに行かせているから、えー、ロシアの今後、社では脱出するかもね。中、え、国、ー、もロシアも人民のことなど考えていませんよ。うん。いや、そうですよね。だから、まあ、エテリ先生はもう完全にこう言っいちゃあまですが、まあ、トップの操り人形と、うんまあ、スポーツ界、ロシアのスポーツ界っていうのはそうなってるのかなっていう感じはしますよね。うん。 言うことを聞かなければいけないっていう。うん。でも、ロシアの今後って安定してないと思うんですよね。不安定なんで、ぶっちゃけどうなんだろうなって気はしますけどね。うん。エメリーさん、エテリ先生、もし日本人だったら普通の鬼ーチになられていたのではと思います、えー。体重管理については、最近こそ分かりませんが。 日本だってスポーツ界ではなかなかのことをやっているみたいですからえ、陸上なんかも生理がないとか普通にあるらしいですね。フィギュアでも接触障害になったケースもあります。うん、ありますよね。僕が知っている限りでは鈴木亜紀子さんがなりましたよね。あとは、リプニー使いもなった気がします。うん。他の選手でも接触障害になった選手いますので、やっぱこう、太っちゃうことに対する恐怖心っていうのがやっぱ常にあるというのがフィギュアスケートの特徴なので、まあ、それを無理に敷いたりする先生たちもいるのか かなっていう印象ありますね。うん。マイクバーティラさんどうもです。えー、カブ君こんばんは。欧州選手権マ評判は、えー、ルナヘンちゃん1本でしたが、グアノバちゃんを出てくるのかなと出てくるのかな。うん。あ、出てくるのかな。 お見事でした。うん。こう折れずに続けていったのが勝因でしょう。3月の玉ありで、私素敵でしょ。ポーズを見せてねえ。ピンザロネちゃん、そう言われれば、千葉モネちゃんに似ていますねえ。3月のワールドにも出てくるのかな。株く君と僕の好みが似ていますねえ。三原舞ちゃんがグランプリファイナル優勝の時に、私の取り入は心が折れないところかなって言っていましたが、まさに勝因はそこだと思います。うん。僕なんかすぐ心折れそうになる。 まだいちゃんワールドはまだ始まったばかり。えー、これからもずっとファンでいますよ。うん。ねえ、舞ちゃんやっぱこうね、なんかね、辛い時があるといちゃんに言っちゃいますよ、僕も。うん。うわなんかね、でね、必ずね、癒されて、ガブリエルのオープンはもういつでも見ちゃう永久版ですよ。永久保存版ですよ。うん。もう見ちゃいますね。あとは、まあ、時々、ネバーいなく見ちゃいますね。うん。サリンさん、よろしくお願いします。カ、え、バ、ー、さん、こんばんは。 欧州総括で稲田選手を紹介していきます。えナターシャマッカイ選手は、ショートはスタートポジションが指が震えていて心配しましたが、ジャンプはすべて降りていましたえ。回転不足があり、思ったより手はなりませんでした。世界選手権フリー進出に合い雲です。うん。ねえ、合です。 で、残り2ヶ月あるので、きっとやってくれます。ユリア・サウター選手、ショートはトリプルルッツで転倒しましたが、挑戦を貫きました。驚いたのは、トリプルとト,トリプルとが帰ってきたことです。王となりました。そして、ステップ4も帰、えー、ってきましたね。ショート、フリー、どちらもステップはレベル4でした。えー、強いユリア選手が帰ってきました、えー。ジャンプが安定すれば、もっと点が伸びます。 リンゼファン・ズンデルド選手はショートではトリプルルッツ、トリプルルトを回転不足ながら着氷しました。フリーはほとんどのジャンプで崩れてしまいましたが、スピンがすごい上手です。ポジションがめちゃくちゃ綺麗です。足こいコンビネーションは、えー、めちゃめちゃ綺麗です。で、ボールが右手な選手はショートは4位発進で、 表紙と意識してしまったのが、最初の3連続降りた後、崩れてしまいましたね。日本でリベンジしてほしいです。うん。ビクティナ選手ね。エボロット・キーバース選手はショートはジャンボを全て降り、良かったですが、フリーは崩れてしまいました。うん。また来季の活躍に期待します。いやーね、キーバースも悲しかった。で、グ、ダンシャ・グルーム選手はショートでは最初のトリプルフリップで転倒しましたが、えそこからよく動揺せずにトリプルとダブルアクセルを降りました。何よりびっくりしたのは、 ステップがレベル4だったとということです、うん、世界選手権で彼女のフリーを見たいです。フリーは3年前のプログラムの一部が使用されているため、最後は圧巻です。ニコル・ショット選手、表紙体を意識したのですが、ショートはジャンプが崩れてしまいました。フリーは109点出して総合9位です。世界選手権では満開の笑顔が見れますように。うん、欧州最後に応酬とは関係ないですが、 全米でスター・アンドリュース選手が4位に入りました。アメリカは4対0にも世界にも1位から3位のデビト選手、テネル選手、復活嬉しいです。アンバー・グレイ選手を派遣するため、補欠一番点となってしまいました。ですが、今シーズン、スケートカードで抜群の安定感を見せて、2位になったことは絶対に忘れません。さらに、今シーズンのショートはノーミースの演技がほとんどでした。うん。アメリカは4位までが表彰台に乗れるんで、 表車に立つアンドリュー選手を見れて嬉しいですえー、これからも全力で応援していきますあの僕はフリースケーティング言ってたらまだね都市見てませんけどあのこれから見ていきたいと思うアンドリュースで、ね、4位ということでしたよねうんはいまあでもあの今回の全米でテデル選手復活しましたからねうん。 マルディンさん、よろしくお願いします。エミリーちゃんへ、エテリが日本人だったらどうか、なんとも言えません。私がアメリカ人だったとは、えー、考えられないからね。えー、日本のコーチでエテリに近いかなと思うのは、浜田コーチかなと思いますけどね。 すみません。僕もこれ同じことを思ってました。えー、佐藤信久美子コーチ、中野コーチ、山田町子コーチ、歌子コーチは、えー、基本的な部分で、選手の育て方は一緒に思います、えー。浜田コーチは年齢差も一回り以上違うし、フィギュアスケート界も変わりましたからね。うん。MF アカデミーは気になりますね、中庭先生、えー。上記のコーチたちはスター選手も育てていて、えー、生徒も集まりますね。えー、その後コーチを続けていくには、スター選手を生み出さなければ存続ができない。 浜田講師の一番手が宮原さんであり、本田さん、マリンちゃんであり、木平梨ちさんだったことと思うんですが、宮原さんも栄養不足からの怪我、キヒラリカちゃんも怪我、マリンちゃんは校長を離れたんで大丈夫でしたが、体調管理はしっかりしていた気が,し,ていた気がします。同期の,の講師たちはコンパルソリセンタだから、スケーティングを基本において指導していると思うんで、無理な体重管理はしているとは思えないけど、栄養の指導はしている。 豊子コ,コーチは高橋大輔さんの食事も作っていたし、町子コ,コーチも伊藤美瑠さんの食事を一緒に食べていたしね、上記のコーチたちには、第二の親とか愛を感じますが、逆にキスクラで手を握ったり、リンクを出ていく前におでことおでこをくっつけたり、そうですね、背中姿に違和感をいつも覚えていました。 うん、だから、吉田花ちゃんも心配しています。えー、今期ルール改正で、スケーティング技術に3分の1の比重が置かれているのは大賛成。怪、え、我、ー、もしにくくなるし、フィギュアスケート寿命も伸びるしね。伊て、浜田コーチは、ジュニアまでに結果を出せるけど、18歳の超えを超えたら難しいと思っています。えー、鈴木明子さんの場合も、 18歳くらいから太りやすくなって、結、えー、食症になったせいで、なったそうですが、高ーチせではなかったみたい。うん、えー。スケーターではなく、18歳くらいから女性らしい体つきになるのが普通よね、ということですね。うん。まあ、彼女は、まあ、辛い大学生を過ごしてしまったということで、まあ、なんか、あの移動先、東北に移動したのかな、確かね。うん。まあ、その時、一人暮らしとかもして、まあ、その影響でいろんな心配事もあって、えー、ストレスとかでなっちゃったっていう話を聞いたことあるので、うん。ね でもその後長久保先生のとこついてね二人三脚で歩んだ奇跡っていうのは素晴らしかったですよね、本当に。うん。マセミンさん、よろしくお願いします。え、逆三々をする選手、一体何人いるんですか 夏9月上旬頃に、カブ君が紹介した選手は、アメリカの選手で、US クラシックの競技カーです。えー、2つ目のサルコーは転倒しました。えー、選手名と2とか3だとかは覚えていないな。今、その回を見つけるのは下の技わだわ。下、えー、村様の言っていた選手と同じなのかしら。うん、そして、カブ君調べて確認しました。えー、US クラシックの時も、下村様の言っていたソリア・ヒルマー選手が逆サルコーをしていた選手です。US の時は、トリプルサルコー、ダブルサルコー でしたが2つ目は点とだったんで本来の2つ目の予定回転数は定かではないですがうんで,でもすごいですよね3回転サルコーで逆サルコーってなかなか難しいと思いますのでこれはねあのほんと段どんな普段からやっぱスピンなんかも逆回転でやってんのかなうんね気になっちゃいますねうん。 有名様、よろしくお願いします。えー、全米男子クリーは四時五十分から中継は見れませんが、結果は先に知れちゃうかな。うん私 くんのショットを見ましたが、ジャンプ右回転が得意なんでしょうかスピンかステップも右から左両方できるんで見てるこっちが目が回る。えー、三浦香くんもインスタで左右回転練習していました。ゆっくりだったけど彼も技術者ですからね。うんあ。そうですね。彼も左右変えて練習してるですね。やっぱり先生がやっぱあの 日口先生のコーチも同じ、えっと、岡,部岡島先生でしたし、あのやっぱ明治神宮の生徒は結構その、あの左右のバランスを結構やってるんですよ。うん、だから結構それも関係してるんでしょうかね、うん。気になりました。アクアマリンさんよろしくお願いします。全、えー、米女子のソニア・ヒデマーは、えー、フリープログラムで珍しいコンビネーション、えー、トリプルサルコダブルサルコー、三ではなくて、 の他にも、逆回転スピン、皆川さんがやっていたや、えクリームキン・イークでもやっているあ、やっぱ3人ですよね、うん。3連続もトリプルループ、ダブルとダブルアクセルで構成的。えー、ショートプログラムのセルフ交流法の売り付けも面白い。うん、ソロダンス、アイスタンスの経験があるので、えー、滑りがうまい、えー。コスプレイヤーで衣装も自作。大学ではイル,あイルストレーションを勉強中。 映画のスタントもやる。あ、すごいですね。映画のスタント。うんえー、ちなみに、彼女の場合を見たら、2022年 US インターナショナルクラシックにも出ています。あと、ダミー・カンベルではなく、タミーカン・カンビルという選手。あ、なるほど。うん アンパンターンさん、よろしくお願いします。えー、8年国体2023年2日目、えー、青年男子のショートは友野和樹君が1位で、大阪82.50、4回転サルコー、回転がアンダーロードで転倒、二位が山本颯太君、愛知県82.12、4回転サルコー減点で、シングルアップン。あ、そうだったんですか。なるほど。 うん、で森口住田君、京都大学、えー、あ、京都、京都、うん、79.39、森口君すごい躍進してますよね。で佐藤俊君、埼玉、7 7 9二、トリプルフリップ大幅減点でトリプルアクセル減点。お、そうだったんだ。織田信成選手、大阪、62.57、4回転とはダウングレード、トリプルルッツ、トリプルループ、トリプルアクセルは転倒、スピンはレベル3、A1、B、レベル0。 PCS は9位。あ、そんな感じだったんですね。前回の良かったですね。うん。ちょっと低迷しちゃいましたね。書ききれませんが、他にも有名選手が足す。まさにプチ全日本といった様相です。そして少年男子のフリーは、 えー、ストークン千葉県、128.23で1、198.42、4回転トールーパー抜けてダブルトーン、アテンションが1つ、ジャンプ計5つの減点、それでも TESPCS ともにトップ。で、中村俊輔君は愛知、123.56で190.03、転倒は2つで、マーク、アンダローテやア,、えー、アテンション3つ、ジャンプ計5つの減点。森本龍く君は京都、119.33で3位、177.34、転倒は1つでマークが、えー、と3つ。 で都道府県では愛知県中村俊輔君が2位で三島選手12位が優勝ということです。なるほど。で、少年都市が、えー、フリーが千葉萌選手、宮城県123.86で1位、198.86で点といは抜けなし、マークが3つ。うん、素晴らしいですね。で高木涼選手は千葉で113.48で2位から172.25、点と抜けなしがマークが1つ。 公務券1枚余す。スピンすべてレベル4。マッチケ・リノ選手は愛知県で111.26で5位から169.0で抜けが1つでマークが3つ。公務券1枚余す。都道府県別では東京高木洋2位奥野ゆりなが8位で優勝。 こ体チャンネルで早速、初日の少年男女 S ショートプログラムアーカイブを公開するお、楽しみですね。ちょっとこちらを見ていきたいと思います。アンパンタンさん、あ、もう一度ですけども、小田野内くんがフリースケーティングで定構成ジャンプ,ャンプ構成、4回転トーループ、トリプルアクセル、トリプルルツ、トリプルループ、トリプルアクセルシングルルーラー、トリプルサイコ、トリプルフリップ、トリプルト トリプルツダブルアクセルのシーケンス。えー、今晩3つせめて後半。目標は175点だそうです。うん。いけますかね。ちょっとショート心配でした。ショート、失敗が多かったんで心配ですけどもね。うん。えー、こんな改編も後でちょっと、後々見ていたいと思います。 はい、えー、とマルニーさんシュムく君、えー、の最もすごいなと思うところ1回は自分で試してみると言って本当に試しているところですね村さんのトリプルトーキだから4回転とやってみたらとアドバイスを聞いて練習したら4回転等がが程なくできて トリプルアクセルもできました。人って、こうしてみたらと言われても、意外と実行しないたのが多いと思うんですよね、えー。そんなこと言ったってとか、先にやる前に否定してしまうことが多い気がする。ま、え、く、ー、君、自分で言ったのは自分で試して決めるって。えー、宮原さんとのトークで、僕もさとこちゃんも練習では失敗したのに、本番でうまくいかないことが多いよね。うん えロシア女子って本番で失敗しないよね。なぜだろうで、二人で不思,不思議がっていました。二人とも練習量の多さはすごかったなのに、本番の方がミスが出てしまう。そんな気持ちを伝えていたから、コーチなしで今シーズンやっていくと発表したときにえ、今後の予定として4月、7月にエティエチームでジャンプの出動を受けて、9月にステファンコーチのところで表現の出動を受けるえ。決まっているのはそれだけですとインタビューで話していました。で、初めからコーチになってもらうのとは考えはなかった。 ただ、エテニチーム側では男子が去っていないから、銀、え、リ、ー、ダリストが来てくれるのは歓迎していたと思う。ソウマ君は確かゲームボーイをお土産に持って行き、エテニチームの男性コーチがゲームボーイを揃ってやってた写真が上がっていましたよ。エテニチームの内情をよく知っているアドゥザリトバは、ソウマがロシアを嫌いになってほしくないと思いで、ロシアのコサック暴走をプレゼントしてくれたり、 これも写真に上がっていました。を、えー、気を使っていました。そして、告をした後、練習は本当にきつかった。あの練習の鬼と呼ばれるシく君が、インタビューでは最後の方でエティ先生との人柄も分かり、よかったとも話していました。えー、どんな話をしたかわかんないけど、自分で試して自分で決めるシく君だから、判断はどうなったんでしょう。で、えー、っと、うん。 そして9月にステファンのところです導を受け、気持ちは決まってコーチになってもらうと。だけど本来コーチを頼むのは約シーズンだから、え21年からのはでしたね。しかし、あのフランス大会の後、ロシア大会、大統東コーチを頼んだんでしたという感じですね。うんまあ、あの選手やっぱりでも、 やっぱり自分でやって試すって大事でもやっぱ4回転トとかトリプルアクセルも村さんだからね、うん、やっぱ村隆人さんはトリプルアクセルがめちゃくちゃ上手くて4回転もすごい上手なんであのねあの村さんの言葉はやっぱりあの説得力は大きいですよね、うん、やっぱりこう尊敬できる方の発言とかってやっぱり大きいなっていう気がしますよ、うん はい。という感じでございますね。えー、なので、宇野昌磨くん、これからも楽しみにしていきたいと思います。ありがとうございました。